死ぬほど苦手です。なんかシルバーストーンみたいにね、なんかすごい空き地みたいなところに作られた感じ。散歩って言いつつ最後には爆発するんですよね。はい。ケルビルさん、それスネスタートンをその世に残すわけにはいかないからね。ハハ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 めっちゃ失敗。曲がれ。
前半じゃないと多分無理だ。やめした。いや、なんで今その声が。あー、ゴミ。あ、また、また、わあ、なっちゃった。いや、トップ3早すぎ。トップ3とのタイム差がありすぎてこれ以上走る意味がない。もうちょっといけるんだよ。あ、外さなかったっすね。使ってんださん。今いないんすか。読みなさい、読みなさい。まあいいんじゃないですか。サミュラホックみたいに大会チャレンジしてもらってナメプってことですか。いや、ナメプじゃなくて、あの自分への挑戦です。あー、なるほど。やってみたいな、そういうの。トップ3マジ早い。
てくればよかった。今のはクラップなのマジでね。お、無理した。はい、おかえりさん。残り、もう無理これ。あ、まあ森谷さんちょうどいいですよ。サミュラコップみたいな。一周いけねえわ。1分46な。いやー。サミュラコップみたいに最下位から張ってもろって。いやー、それはちょっと。トップのタイム的にしんどいものがあるでしょ。てか、なんか B キャスカードが全く認識なかったんですよね、隣の部屋のテレビに。終わった。期限が切れた。一時期なんか違法のやつが流行ってたらしいですけどね。ありましたね。なったらしいですね。ダンゴさん、海賊版とか使うから。なあ、違うんですよ。ちゃんと純正のやつ刺さってるんですけど、完全にやられたな。最後アタックだな。メルカリとかで買ってきたんじゃないですか。いやいや、パナソニックのテレビなんですけどね。ブチ切れそう。なんだっつんだよ、もう。あー、47秒台が。おー、なんでこう予選ってなるとミスするかな。もうほんと嫌い予選。残念。予選大嫌い。燃料の使用量がわからねえ。どうしよう。あ、自分の配信見ればいいんだ。天才か。散々走ったんじゃないですか、45分間。いやー、あれです、25分の LFM はずっと走ったんで、そのあ、そうか、25分か、あれは。そう、あれの燃費データを動画配信から見て何リッターか、はい、あー、2.85 ぐらいか。終わった。おー、最後更新しだした。うん、なんだ燃料はまあこのくらい結構さやすい。アトゥーイ、もうやさん、アトゥーイよ。ダラダラダです。ああ、ダメ。タイム差が大きくてなんか辛い。よし、カモーン、カモーン。46分だから。たかしさん、走ったことないっす、わらわら。難しいっすね、これ。いや、知ったことないです。ここはもう癖しかないコースです。1分40秒。20あれば足りない。GT さん早すぎて無理。107。もうキルビさんダメじゃないですか。はい。GT さん早すぎて無理。よし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 。47秒3。おお、いい感じ、いい感じ。おお。すばら、すばら、すばらしい。すばら、すばら。配信していきまーす。はーい。
あすごい、5番手タイムすごい。すごいですね。いやいいな。ミスしてなければな。本当予選嫌い。ただね、決勝でこのスピードが出せないんで、まあ負けても同然なんですけどね。私は幻でもいい。ボンジの幻。幻。ラジットのナビキタ。ヒラスさん。ボンジ出勤。オッケー。アトゥイ。ジェームズさん、入場いくら？敵も上がった。上がるのか。あ、森谷さん早いからね。120リッターあっても勝てるでしょ。あ、いいでしょ、こんな。リフォームからですね、さすがにね。まあ、トップ4ぐらいまで上がれたとしても。ジェームズは使ってる車が、AMG だったら85とかじゃないですか。 85LA85 liter? Maybe. 3 liters per second, almost. パーラップ。パーラップ。あ、始まる、やべ。もう、準備が。パーラップ。よし、セーフ。ロントロー。セーフ。あれ、大丈夫です。ありますね。まだ7秒あったの。セーフ。ステイセーフ。ちょっと待って、エンジンかかってない。今それ言っても遅いし、遅い人を探す人。アシュリーさんもあれか、レブロッカー。 M4 だと思ってた。レブロッカー今日がだんだん浸透してる。おー、いいじゃないですか。これは森谷さんの思うツボじゃないですか。ヘヒロさんもね、毎日配信をして M6 風の良さをね、主張していってるんで。M6日頃の努力の賜物。いやいやいや、それはちょっとあれですけどね。 M4 から M6 統一するね。そう、 M4 もいいですけどね。いい車ですけどね。 M4 現物かっこいいですよ。あ、なんからしいですね。なんか見に行った人が現物はかっこいいんだよって話をしてて、へえと思って。いやでもね、鼻をうまく、なんだろう、装で隠してる。目立たないようにすると、目立たないようにね。ミラーの車で隠れてないです。スタディの M4 とかはね、結構いい感じになってる気がしますか。うん、なんか色に統一感あってね、逆に目立たない。どうしました？え？滑った。あ、ダメージ入ってますよ、それ。はい、かなり入りましたね、今ね。いや滑ったーって、それはかわいそう。女子の声だった。どこで滑るんだあれ。いや私ね、ブレーキを49%と思いっきり後ろにつけたな。あ、それてました。あー、なるほど。リアロックさせましたね。滑った。うわ何秒ですか。48秒ダメージ。それはマジで。マジで。もう4秒スカートの方がいいんじゃないですか、早めに。いや、うん、もう走るだけ走ってなんか、リスタートでもいいですよ。本当にサバ犬、サバ犬になってる。そうですね、まだ間に合いますよ。いやいやいや、めんどくせえ。あ、やっべ、急かしちゃった。
詰まってる。あっ、ミサ曲がってない。カーオンザライト、クリアオンザライト。これパシ。俺も曲がってる。これパシ。ちょっ。これ。作者は俺だぞ。いいなこれ。あの初めて聞いた。作者は俺だぞ。ホロライブに怒られちゃう。後ろにいるじゃないですか。なんか抜けました。わ、MC 流行っとれと。カーオンザライト。あ、このコーナーが苦手なんだけど。ファストバックもうちょっと下げといたらよかったな。やばい。あ、なんだ今。なんか今すげえ、シティさんと俺がラグった。一応弁明しとくとブレーキは踏めないですよ。森谷さん、言っていただいてよかったのに、私ノーチャンスですよ、ストレートは。おー、マジか。いや、すいません、普通に抜けなかったです。なんかパステさんに申し訳ないかもしれない。いや、予選でコンマ7離せる人に追いつけるわけ。いや、燃料積んでるとやっぱ違うな。あー、そうだ、燃料積んで。やべえな、マジで。この子は速いですよ。いやー、これトップはやり合わないと絶対に追いつけない。よし。よしよしよし。早いですよ、星さん。あ、ジェームスさん？ジェームスに当たっちゃって自分が詰めちゃった。ああ、ごめんなかった。私、佐藤さん、ごめんなさい。佐藤さん、私も避けきれず佐藤さん当たりました、少し。
通にやり合える。ガヤさんねえよ、またうちのケルビルやん。うまいなぁ。イギリスの魔法の人、あ、服はどうかわかんないですけど、いや、とんでもないっすよ。ひねくれもやべ、止まらん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 。もうびっくりしたぁ。あぁ、私はここから来てた。うん、遅れてる、遅れちゃった。そんなとこ行ってんのか。コラード切っちゃったけど、まあ、よし。え、ジェームズ、え、回線切れてる、あい、ジェームズ。おお、マジびっくりしたー。びっくりしたー。なんか、なんか、ジャッキアップしてたぞ。コースのど真ん中でジャッキアップしてた。びっくりしたぞ、今。何か。何があったんだろう。びっくりしたわね。あれ怖すぎる。結果的にめちゃくちゃびっくりしたんだけど、心臓が飛んでるかと思った。いや、いいっすよ、いいっすよ。すげーびっくりした。絶対ジャッキアップされてたよな。見てましたね。いや、M6早すぎん。ちょっと待って、あの子早いよ。汗は。たぶん当たりはすげえ動揺した。いや、でもこれパスティさん行かせてトップ3ミスドボにした方がいい。いや、ブロックしてください。困りますよ。いや、もう遅いです。もう抜かれました。あらら、はい、ソーリー、ジェームス。あ、目印してる看板がなくなってる。車まで6秒か。あ、本当だ、目印してる看板がなくなってる。あ、本当だ、目印してる。バイバイシェフマザー。これみんな一チック一緒なんだ。立ち上がりをミスした。今の流れ大切にしようと思ったら。ユースを上げないと。
か後ろが EDM さんとスタッティさんという。あ、ちょっと待った、うん、着いた。次もうこの後ろに森谷さんとは何か森谷さん車高下げなかったのやばいな。ここの体調が早いですよね。池さん早くない？ああ、そんなことないっす。だってストレート全然違う、マジで。ストレートこれぶっ壊れてますよね、マジで。壊れてんだよな、この車 M6。 あれ、ベンツじゃないですか、森岡さん。いやー、ベンツも使ったけど、なんかドライビングトレジャーを感じなかったのでやめました。ドライビングトレジャー、トレジャー。アドベンチャー。森谷さんの人も来てもらって、四つどもえになってもらって。いやー、瀬広さんがね、がっつり攻めてもらわないと虫さんが逃げちゃうんで。大丈夫です。はい、大丈夫です。思います。あー、全然ダメ。タイヤをダメにしたしてると思うんですか。めっちゃ噛みましたよ。あ、すいません。すいません。俺がここ何周してると思ってるんですか。お、普通いらなかったね。おめでとう。ビートたけしですね。マイクの感度が悪い。ノイズ扱い。ペースを上げないとな。それはちょっと焦ってるんですか。
滑った滑った滑った後滑った後滑った。決まった。これはでかいぞ。ミスりすぎや。ファストが硬い。え、M6 速すぎ？それめっちゃ速いよ。燃料何使ってるんですこの先キスしたんじゃないかっていうぐらい近い。あ、ミスした。リタイア。ダメだ。いや、M6早いな。この BM コミュニティに混ざるために超いや M6 じゃないしで紹介される。左が走りすぎた。ヒロさん飛んで。最終コーナーが下手なんだな。すぐここいつもサポ僕からサポメーブラー危ない。Thank you.
まるんだけど、最終コーナーが下手だったよな俺な。マジ。やっちまったやっちまったな。ここがよかった。We are at the halfway mark. Still a way to go.嘘でしょ。あれ。おお。いやでもこれいい距離です。距離？いやー。いやーあれ抜けちゃうのかい。おかしい。DTM の DTM の DRS 積んでんじゃないかあれ。うわ早いね本当に。あーばやべ。いやロスが大きかった。あー18秒のダメージが入っちゃった。やっぱ若干されたな。イエーイマジかー。いや立ち上がれ。なんでこんな置いてかれるんだよー。クマさん待ってー。あぶね。やばい
やばった、ミスった。しかも GTR ですか。GTR 意外と合ってるんですか。ああ、そうなんですかね。うん、合ってると思います。へー、最終が苦手なぐらいじゃないですか。最終と1コーナーあたり、ね、1コーナーは結構ブレーキで向き変える感じなんで、まあ出口がきついかもしれないですけど、はい、そこまで苦手じゃない。やばい、リズムが狂ってきた。セクターセリの最後の右右以外は意外と考えると思います。あ、ミスった。GTR のエンジン音もいいですね。なんか気合空回りだな。やばい、モリアさんがいるし後ろに。これどうなってんの。なんとかここまでは来ました。ダメだ、ミスってばっかいる。一足使わないんだね、高橋さん。インティアルとかじゃないですか。クロスミッションとかじゃないですか。ああ、どうだったっけ。そんなんだ。相当クロスミッションですよ。どうでしたっけ。まあまあ相当できたなのかしら。ターン3のあのヘアピンは2速ですよ、GTR は。おー、高橋さんの言ったら一回も1速使わないですね。マスティさんも辛いのか。縮まってきたぞ。エビオンか。ラストラップでベスト出してますね。48秒3。つくぞ。なんか後ろにいるんですけど。あ、ファーステスト。ファーステスト森谷さん。また変態的なタイムで追い上げてるでしょ。早い。 S だって6秒は早いよ。めちゃくちゃ早いですけど、ストレートでほとんど稼いでる感じですよね。6秒に、ファーステスト6秒
だよ、2杯目でしょ。やべえ、ミスった、やべえ、ミスった。森谷さん来た。森谷さん、頑張れば追いつくよ。やだー、 LFM やってただけあってめちゃくちゃ早いな。森谷さん、ミスして。いやー、ミスしてますよ、結構。早いんだけど。俺ここ下手なんでね。最終って膨らんだ方がいいんですかね。ちょっとアウトインアウトで、アウトインアウトで、いや、ちっちゃく回った方がいいですね。ベタでいいんですか。やだあ、回ってる。同じ車なんでね、抜けないっすよね。高橋さんが回っちゃった。いいよ。いいけどタイヤが良くないよ。ああ、隕石残った。早すぎだよ。俺が遅いのか、ただ単に。まあなんかいろいろありますよね。ストレート速い、ね、M6。 あ、やば、やっちゃった。ちょっといい、もうおかしいって。おかしい。あ。あって言うからちょっと失敗しかけたりしない。ミスしないぞ。もうダメだ。集中力が切れた。もうダメでございます。
タイムベストタイム変われないペースでずっと刻んでますね。危ねえ。おっと危ない。なんかいる。ああそっか、マスティさんまずいたかったよ。こういうことですか。マスティさんミスったんだ。ああ、あそこのガリガリのとこだね。あそこ右に取りやすいんですよ。ビームダムで抜いたかった。ビームダムで3台です。うわー困るよ。ビームダムで抜かれたから残るじゃない。珍しい。もう3台並んでるってこんじゃん。写真撮るんで並んでください。ちょっと並んでバカ。ほんと危ねえ。モネさんごめんね。なぜかタイムが46に行かないんですよ。頑張りましょう。私が前に出たら引っ張りますよ。あー二足だった。入った。二足だった。しまった。二足ですよ。でもこれ一足なんですよ。マジですか。俺ただ単に突っ込みするか。日産があそこの試験ってブレーキ2回に分けます。いや分けないです。それはさ、追いつけないんだけど。もうちょっとゆっくり走ってもらっていいかな。いやダメです。ダメなんだ。前逃げられる。込みすぎだったあれだ。ここのブレーキは4割ぐらいで踏むと止まりますよ。失敗してるんで。
自分も見失ってる。ストレートで置いてかれる。やべやべ。はい、ベイブ。あれ、パスティさんがだいぶ離れちゃってる。もうバカ、もう本当に。足らない説。フロントの食いつきが悪い。ファスティさんがだいぶ後ろ行っちゃった。燃料は足りるね、計算通り。
ああ疲れた。森谷さんの変態ぶりがよくわかります。あやっべ。制作者の意地。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。やばい、400ミリリットルしかない、燃料がない。ふう。いや、ミスだな。0.2。あ、やばい、燃料がない、燃料がない。うわぁ。ノーフュエル、ノーフュエル。やばい、やばい。あとストレート。頑張れ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 。セーフセーフ。あー燃料。あー久しぶりに45分になっちゃった。うわー滑らしちゃった。あーくわー悔しい。あムヒムヒーさん、迫りくる M6 が怖すぎて草、お通り過ぎて森。確かに。確かに。ここの BOP はちょっとね、ストレートが10キロ以上速いですね、他の車より。うん。クモさん、YouTube さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。一番抜くのに苦労するのは M6 みたいな。正直、まあほら速さが違ってもなかなか抜けないじゃないですか。そうは言って、ね、ミスっ、ね、ミスをするかしないかですよ大体。そうですね、ここミスしやすいですからね本当に。それは確かに言えますね。あとさんとやった時も大幅なオーバーランをしてる。いやーマジで最終のあの俺あれでしょ森谷さん、特に最終コーナー下手でしょ。最終コーナーはやっぱりブレーキ回路だと思いますね。ブレーキ回路とシフトタイミング。あそこね、どうも慣れないですよね。ムヒムヒーさん、セヒロさんの渋いボイスで迫りながら言葉攻めされて、恐怖メンタルが崩れる寸前でしたわら。自分が先に行ってしまったという。セヒロさんはあれじゃないですか、LFM の練習の効果がだいぶ出てたんじゃないですか。まあそうですね、俺ここ何周したのかちょっとわかんないですけど、1週間ほぼ朝と夜 3セッションこなしました。もう簡単に言えば300周ぐらいしたんじゃないですか。3度の飯より LFM って感じです。あ、300は200周はしたんじゃないすごいな。モチベーションの塊。オーコネクティッドさん出てん。オーコネクティッドさん出てん。ケルビルさん、スネッタートンやな。あー、ケルビルさん、ごめんなさい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。誰がこんばんはって言ったのかわかんない。あー、配信しない。チーカーは佐藤国光、王さん、たかしさん、ごめんなさい。ブレーキングでケツ滑らせちゃいました。ケルビルさん、ワイも、何でもスピカさん殺してしまってるので。スピカさん、お疲れ様でした。じゃあ、ケルビルさん、インガー王法ってやつで片付けていいですね。こんばんは。はい、こんばんは。ウォーミングアップでやらかす。最初はね、虫さんの車ケルビルさん、バックストレートのあれだけ見せてもらう。ケルビルさん、スピカさん申し訳。やっちゃった。ケルビル先生やっちゃった。1キロしたの。私も今日、ケルビルさん1キロですね。何があったんですか。いや立ち上がり普段はなんか試験の立ち上がりとか遅いんで、
まさか追いつくことはないだろうと思って立ち上がっていったらなんかチートチートチートあーはい。しかもね、しかもですよ、ケルビルさん、スネッタートンが悪いなるほど、ね、そうそう、スネッタートンが悪い。チートは砂糖かき込む、王さん、後半体焼きつすぎ。しかもちょっとね、意図してぶつかったんですよね、あれね。立ち上がってもバンプドリフトぐらいな感じで、なんか回したとは思わなかった。ピカさん、一度はいいですけど複数回はちょっと悲しくなっちゃいました。すみません、すみません。これ反省会するのかな。セヒロさん、ムヒさんミスして焦ってんじゃないですか。わい、かっこつぼし。キエー、ケルビルさん、ほんとね、言い訳のしょうがないですわ。つぼしだった。これがミスした。はい、チーカは佐藤かっこ王さん、たかしさん、マジすんません。ハーゲンダッツ買ってくるので許してください。スピカさん、ケルビルさん、ハーゲンダッツ買ってくるかっこあげるとは言ってな、ね、い。で追突してしまったのは申し訳なかった。これ自分の冷蔵庫に入れて。ムヒムシーさん限定味で頼む。ケルビルさん、そういやそんなこともありましたね。ここ開いた。リプライ。たかしさん、クッキー&バニラでよろしくですわら。あらららららら、はい、温泉なる前にボロボロじゃないですか。そうなんですよ。申し訳なくてピットに帰れないやつですね。あー、そうか。多分、実費請求されるやつフライムキャットダンコさん、あらら、高そうだな。ブレーキバランスを49にした途端、試験の立ち上がりが良くなって47秒台が出だしたんですよ。で 49% にしたまんまウォーミングアップ始めたらあれでした。後ろロックさせて。M6 フォーメーション、よいしょ。でかいのフォーメーション。スタートが苦手なんですよね。チーカは佐藤格好王さん、悲しいくらい後半ミスしまくってこのコース消したくなった。いや難しいですね。あ、誰かと、ああ誰だ、尻尾さん、あ、なんか飛んでた、後ろになんか飛んできましたよ。チーカは佐藤格好王さん、爆破するか、うん、爆破しよう、爆破と滑った後、うん、爆破、ああちょっとああ、ね、ああ、さん、誰だ、誰に当たったのね。あ、リードさんじゃないですか、位置的に。ジェームスさん、うん、ジェームスさん、おお、ジェームスさんは捉えて、まあこれはしょうがない、普通にレーシングインシデント。ああ、自分の最初、はい、そうですね、はいはいはい。チーカーは佐藤かっこう王さん、では、うん、待ってる人がいるので早いけどおやすみなさい。はい、お疲れ様でした。ダメじゃなかったんだけど、オンダイスコンネクテッドされてて、なんとかうまい。お、なんか森谷さんも追突したように見えた。してないです、今日は。一度もしてないです。なんか、ああ、横から見たら、あの山、雨上げが抜けてったからです。失礼します。高橋さん、コースが分かんないわ。気配を消すというコーナーとかありますか？ケルビルさん、一通り回ったら、4周目のバックストレート見せてください。そうそうそう。さらに、4周目のバックストレート。ケルビルさん、
いや、あれでしょ、あのコース上でジャーキアップしてたやつ。あ、あれですか。あ、これ、あ、あのちょっと 2周目のホームストレートちょっと見たい。なんか2周目のホームストレート、なんか変に動いちゃった。はい、いや、あの俺は、あ、なんだっけ、パスティさん視点のです。パスティさん視点後ろです。おお、ラグ、ダブル、ダブルラグなんですよ。ああ、はいはいはい、ここまで急激なラグは今まで、まあ、なんか、ああ多分ね、ジェームスさんもピン悪かったみたいなんですけど、多分落ちてるし、パスティさんは別に全然日本ですよね。そうです、あ、そうなんですけども、赤字の人がいると、はい、あのサーバーに負荷がかかって、まあなんか他の人にもちょっと影響が出ることはゼロじゃない。その一瞬ラグっていうのはね、ちょいちょいやあるっちゃあるんですけど、それが今回でかかった。回線弱い人はやっぱなりやすいんですよ。赤ピンはあんま多いとね、サーバー自体が落ちちゃうことあるんで、多分負荷的には上がるんだと思う。多分あのジェームスさんが今日調子悪かった人、他の人にも影響が出てありえない。ああ、はいはい、ジェームスさんの回線が赤ピンでサーバーにちょっと負荷がかかったら他の人にも影響が出るゼロじゃないかもしれない。でも珍しいですね、こういうのね。うん、ここまでガクッと動いたのは欲しいです。これダメージ入ってました？入ってますよね。はい。まあ、あの、1秒未満で、未満ではありました、ね。ぶつかった判定にはなってますね。今週のどこでしたっけ？バックストレートです。バックストレートですね。そんなコースのど真ん中でジャッキアップなんて、そんなバカな話があるわけ。皆さん揃って幻覚でも見たんじゃないですか。見間違いに違いないっすよ、そんなの。そんなことあるわけないじゃないですか。コースのど真ん中でね、そんな。ムヒムヒさん、ワクワク。ほんまや。ほんまや。ほんまや。ほんとだ。ああ。これは確かに焦るわ。ムヒムヒさん、クマさん、ユーチューブさん、怖すぎる。これ焦るわ。当たり判定はもうない。ムヒムヒさん、当たり判定はない。いやでもね、急に出てきたらこうなりますよ、マジで。めちゃくちゃテンパってやじゃないですか、ケイビルさん。テンパりますよね。ちょうどサービスが来たって感じ。そこでジャッキアップ、レコードライン上でジャッキアップは危ないですね。僕もこれ、よし、抜けると思って。ケイビルさん、急に行った瞬間、目の前がこれですからね。これはアンプルデーションジームスの置き土産って感じですね。笑うわ。コマンドトリガーみたいな感じですね。ケルビ、カタヤさんは見てたんですか？なんか見てますよ。私もびっくりしましたよ。なんか前の方で俺はうわーって言ってたんで、さん、自分も焦りましたね。アクアさんも見えてたんだ、これ。勝也さんはこうブロックライン取ろうとしてたまたまイン側に行ったから、こうちょっと余裕があったんですね。そう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 、そうです、そうです。でも何バックモニターを見ながらだったんで、ふっと前見たら車が止まってたんで、びっくりはしましたね。びっくりはしも本当に騒いでたから、なんか前あるんやなとは身構えてたんですけど、まあまさかすぎてちょっとどうしようもなかった。もう自分も結構びっくりしましたね、これ。前追ってたんで、突然止まったんですよね、ジェームズが。
あ、森谷さんも見えたのか。私もこれ後ろから追ってる時に、あ、突然これ、あ、そうか、森谷さん突然ジャッキアップ、そう、突然ジャッキアップですね。そう、あ、もうこの時点でおかしい。そう、もうね、200キロからのジャッキアップ、プラレールみたいな。無理だなこれは。まさに YouTube さんが来たって笑った。すげえ、200キロでジャッキアップできるんだったらピットレーン余裕じゃないですか。むくむひーさん、どっちに全部止まってます。ヘルビルさん、諦めて突っ込むべきでしたね。これはテンパるわ、マジで。クマさん、YouTube さん、おまけに完璧な停止。ボロボロへ。あら。これは。おーって、確かに。これはテンパるわ、誰でも。あの、リプレイは出ないですけど、VR で見たら、ケルビルさんとあの蹴散らした発泡スチロールが飛んでましたもんね。でもほら、F1 です。スタートで止まっちゃったやつとかあんな感じじゃないですか。まあそうですよね。いや、もそれはもうちょっと速度差少ないんで大事。うわっ、うわって前から。もうちょい速度差少ないですよ、スタートなんで。え、どこで撃墜するんだ私は。え、撃墜したんですか。エルビルさんを撃墜です。1キルってことですか。ああ、1キルですね。あ、この週かな。エルビルさん、勝也さんがまさか。そのまさかで。なんかどちらかってましたね。あ、ここだ。なんか事故が起きた後になってる。エルビルさんが来ます。インを守ります。で、立ち上がりを負けたくないので、あ、うまくいったなと思って、すいません。なるほど。なりやすいんですよね、スネッタートンは。いや、しかもね、これちょっと意図してね、あ、ワンタッチぐらいするかなと思ったけど、回しちゃうと思わなかったんですよ。コツってやりながら、前に2人とも進んでいけるのかなぐらいの、なんか、ちょっと甘い考え。実写じゃね、実写じゃ多分あんなのコツで終わるんですけど。ここは、あれですね、本当に LFM でもそういう考えの人のせいでいっぱいクラッシュが起きてますね。すいません。これぐらい、これぐらいのステーションだったら大丈夫だろうって、何年 NCC やってんだよって。すいません、やりましたよ、俺。すいません。いやいやいや、すいません。本当にやりましたよ。でもこれね、あるんですよ、結構。僕もやっちゃいそうになるんで気をつけないといけないですよね。この旋回、立ち上がり中の接触がね、回るんですよ、すごい。ねえ、みんなね、先っちょだけだからっつって。そう、コンって当てて。そうでしたね。自分はロスしないから結構立ちが悪いんですよね。ああ、そうかもしれないですね。そう、コンって当たって、ああ、今のはラグかなっつって、あ、ファーストストラップ出たねみたいな感じの。そうだ。お、誰か。カツさんですね。ケルビルさん、あれれ、何が起きたんでしょうかね。お、カツさん、どうしたんですか。ラグですか。なんかラグっぽい動きしてますね。なんかカクカクしてますね。カクカクしてますね。クモさん、YouTube さん、ニッキーのアストンチキンか。いいね。あら、ん、ラグですかこれ。これ何があったかというと、はい、あの仕事で LINE が来てて返信してました。ただ単にあの脇見運転です。なるほどね。あまりにうるさかったんで、ちょっとしぶしぶ返してたらやべってなりました。まあまあ、なんかすごい容赦ない職場なんですね、日曜の夜に。ねえ、確かに。日曜の夜に LINE してきたらもうブチギレですよね。キレはしないですけど、無視はしますよね。月曜日にしろよお前。今連絡してみてねえよお前。
気づかないふりを、うちの仕事はって気づかないふりをしていけばよかったと後悔してます。サイレントモードにしてくれたですね。わかりますか、ケルビューさん、本当申し訳ないです。しかも回避できただけに。いやー、ケルビューさんね、そんなね、接触を避けるためにね、やっぱり犯行をね、アップグレードする必要があると思うんですよ。そこでどうでしょう、僕の T300 で営業始まった。え、だってケルビューさん T300 持ってんじゃなかった G29 です。 G29 もうちょっとお安くなりません。俺の2800、ただで、あ、2万8000円のところがなんと2万7800円っていうことで、いや、いやいや、若干だなぁ。あ、まあ、まあ、それはね、冗談で、まあ、写真見てもらって買うという意思が、あの、買うってなったら、あの、か、まあ、お値段はご相談ということで。6万。高い。新品より高いんだが。ちなみにね、過去実績だとね、あ、クワちゃん YouTube さんが1万2000円ぐらいでボロボロの T300 を買ってますね。いくらでした？1万2000円ぐらいですね。あ、あ、まあボロボロだったら、まあ、まあ、もうケルブ、え、これ2キルじゃないですか？違う？ケルブル先生、2キル1キル、あ、うわぁ、ひどくないっすか、ケルビルさん。ケルビルさん、なんかね、ちょっと触ってもいいんじゃないかみたいな考えが丸見えで、なんかちょっと考え甘いんじゃないですか。ここぞとばかり。日本社会みたいに。私もここで接触。しかも、たかしさん、演出してる。韓国のせいにしちゃダメですね、W、こりゃ笑。ケルビルさん、うん、すまん。あ、演出してる。クマさん、YouTube さん、ダブル、キル、クッコネットリ。ねちゃん、イグニッションが入ってない。そう、間違えてバッテリー切った。実は、たかしさんもされたんですよね。はい。サンキュー。モサのハンコンってどうなんですか？あ、結構今んとこいいですよ。うん、まあ、買ってよかったなというふうに今のはなってますよ。うん、全部でいくらするんですか？ハンドルとあのドライブで12万です。いい値段しますね。モサでも、モサのどれぐらいのグレードのやつなんですか？あの R9 っていうグレードっすね。ドライブは。僕の最終 LAP 見せてください。これクッキー&クリーム GET したんで。わら。モザの12万。ケルビルさん、ベースは安いけど、周辺機器が高いよ。で、なんだっけ、そうっすね、あのフォーミュラスタイリングがちょっと高いんで、あのなんか、マルハンにすれば2万ぐらい削減。確か。いや、絶対フォーミュラっすよ、ACC は。まあね、褒められるのがいいし、あとボタンの数も多いのがね、ちょっと、ケルビルさん、マルハンはちょっと悲しすぎる。マルハンなんだけど。進行よ。マルハンなんだけど。T300 ぐらいの系のやつがあったら欲しいですね。ケルビルさん、まあ路地だからマルハンなんだけどな、ガハハ。クモさん、YouTube さん、マルハン切るしかねえや。マルハン切ってフォーミュラリムしてる人いますね。あの、モザのフォーミュラハンドルはちょっとちょびっと径がでかいです。あの、T300 とかに慣れてると。ケルビルさん、とにかくボタン少ないのがきつすぎる。うん、そうですね。T300 はボタンが足らんくて。割と本体側のボタンにイグニッションとか割り当てると、なんとかなったりしないな、あれは。いや、もう T300 がボタンが少なすぎて、イグニッションとかは全部キーボードにして。あー、なるほど。あの、運転中に必要のない操作のボタンはもう全部パソコンっていうか、キーボードにしても。もう、点キー、
を横に買ってきて1000円ぐらいのやつ、それに割り当ててます。うおー、これは佐藤くんだったね。いや、これハーゲンダッツじゃなくてジョジョインじゃない？このなんかアタックは。いや、何が変わった。ゴディバか。あー、ゴディバでいいんだよ。あのでかい試験のいい。おー、うわー。え、これはなんでインに振ったのかな。多分ね、触れちゃったんじゃないですか、普通に。リアのブレーキはロックしたの。そうそうそう、はい、で、あー、なるほど、なるほど。あのブレーキなりました。ブレーキを緩めたタイミングでまだ結構打が切れてたからね。そうですね。俺それでコースアウトしたんですよ。多分マクラーレンだと余計それがシビアだと思いますけどね。そう、多分思い出した。なんか俺の視点で何周目かな、はい、ケルビルさんちょんと押すくらい大丈夫だと思ったんじゃないですか。申し訳ない、本当じゃない。ちょんとどころじゃなかった。ただあのケルビルさんに関しては人のこと言えない状態になってるけど、ポンが強すぎるんだよな。ポンじゃなくてドンなの。ポンが強すぎる。ケルビルさん、クオー何も言えねえ。バカ力すぎる。カツヤさん、はい、おお、びっくりしたー。おお、うわ何今の。何起きたの。さっきのやつリードのやつでしょ。俺のなんだけど、視点で、はい、何週目かな。何週目かちょっと覚えてないですけど、どの辺ですか。どの辺かな。5、6週あたりじゃないですか。もうちょい先かな。もうちょい先。もうちょい先。